いい風土機農家。あ、こりゃ400mやね。400m は大変ですよ、暑いからね。いや、誰も歩いてないね。ああ、あの30m。ちゃんとベンチもありますよ。ね、ちょっともう朽ち果てとるけどね。それあと200m。あと50mでございますか。古墳時代のクスノキ巨木。うわ、すごいねこれは。このね、石垣がなかなかいい石使ってますね。古墳の中もこんな石ね、平たい石をいっぱい使ってあるんでね。資料館の中でございます。ここは何でございますかね。ちょっと近代のものみたいね。農具やな、農具。あれも農具やね。ここにクワとかスキとかなんかあるけどね。これ何でございましょう。ああ、なるほど、選果機。大きさを選別するやつやね。なるほど、3段にね。これも近代ですね。これは埴輪でございますか。ちょっと展示の意図が読めないんやけどね。これいつ頃？これお金やからいつ頃やろね。12世紀から13世紀。この辺もまだちょっと近代やね。瓦とかあるってことはね。ここやね。古墳群のね、お、これがあるぞ。山岳部地新城峡でございます。若いもん出てきたんだよね。この電気が切れてるんだよな。あ、これや。埴輪。この埴輪面白いな。室大塚古墳の。あの建屋のちょっと小ぶりなあんな感じやね、これね。装飾品でございますか。この装飾品やね。銅鐸がここにおるけど。銅のお宅をちょっと後で見てみようかね。はい、これのお宅です。反対側、こっちが見えるね。銅鐸よね、銅鐸。いつ頃かね、1、2世紀、3世紀から1世紀。何に使ったんだろうな、これ。祭りかね、やっぱり。金が鳴るようなことにも一応なっとるんやろうけどね。錆びたらグリーンになりますけど、この色は何だこれ。錆びて大丈夫とかね。形が酸化だね。銅鐸、これ大きいぞ。この銅鐸をこの1、2世紀、これ大きいね。7、8センチあるね。ベル、ほんまにベルかね。はい、ありがとうございました。銅鐸でございました。さて、そしたら5分間回りましょうかね。一周すると1時間半ぐらいかかるんだね。こちらが博物館でございます。随分傷んでますね。